測った時が531でした。そうですね。25g 減るってなかなかですね。なかなかないと思います。何でもなかった。何出したの？ここ食べてます。書いてなかっただけだ。最近ちょっと発情したりとかして元気がめちゃくちゃあります。この子発情するとどういう行動をとるの？なんかちょっとイライラしてるのかわかんないですけど、なんかすごい禁止を当たりまくったりとか、あとはそれで外に出すと、もうなんかいろんなもそれこそこの測りだったりとか、はい、自分が乗れそうなものに乗っかって、それでちょっとマウンドを何分もしますね。そうですね、もう、まあ、通常の元気な肉亀は毎日動くしませんか？そう、そんなに、毎日はやってない。でもこの子はね、もう時間が優秀だったら、うん、毎日やってる。毎日やってる、きれいに水分をとっていただいて、まあ、やれる日はまあ、やらなくていいんだけど、チモシも食べる子もいる。子供の子なんですけど。じゃあちょっと牛乳の方ね、やっていきますね。で今日は2週間分ですね。はい、じゃあ2週間分とプラモクロがいいですね。新しい。これね、茶瓶だから、はい、光に当たらない方がいいですね。はい、まあ、引き出しか光が当たらないと思います。いや、パンちゃん先だわ、急に。
たりにして、ガジガジやってます、カルシウムトランポリカーって。カルシウムの対象の時期にはカルシウムを取ることと、それから芯に当たって、体の中のビタミン D やビタミン D など、カルシウムの対象が良くなってきたと思います。そうですね、最近ちょっと暖かくなってきたので、ちょいちょい日光浴はさせてます。そうですね、ちょっと人間でも寒い時はもうやめるようにして。そんでもさ、30度でもやらないぐらい高いんですか。そうですね、寒いですね。ハウスしてください。まだ。ハウスして。はい、じゃあこの奥に入れて。